皆さんこんにちは、ミカです。皆さん元気でしたか？お久しぶりです。もうだいぶ暖かくなってきましたね。まだ日によって少し寒いですが、ネイルはどんどん春ネイルになってくると思います。で、今日もちょっと春らしさを感じれるようなお花のネイルデザインにしてみました。じゃん、こちらです。テーマは蜂蜜ネイルになっています。なぜ蜂蜜ネイルにしたかと言いますと、実は去年の10月11月頃にフランス領の天国に一番近い島と言われていて、ハネムーンでも大人気のニューカレドニアというリゾート地に行ってきました。日本から直行便で行けちゃうとっても綺麗な島なんですけども、そちらに行った時に蜂蜜ショップを訪れました。ニューカレドニア原産のすごく美味しくてオーガニックでとってもいい蜂蜜屋さんなんですけども、そちらのことを皆さんに少し紹介したいなと思ったので、今日は蜂蜜ネイルにしてみました。で、このとろっとした蜂蜜のやり方とですね、今日特に皆さんにお伝えしたいネイルのやり方はこの白のお花です。この花びらのスッとかすれたような感じ、実はすごく簡単にできちゃいます。なので、ぜひ動画を見て自分でもできそうと思ったら、この春ネイルに皆さんもやってみてください。そして動画の最後にその蜂蜜屋さんの動画ちょっと載せていますので、ぜひ最後まで見てくれると嬉しいです。そして感想とコメントで教えてくれたらとっても嬉しいです。それでは早速紹介していきましょう。どうぞ。まずはベースコートを塗ってライトで硬化します。今日はミニオーバルというこちらの筆を使って花びらを作ります。ミニオーバルにアート用のホワイトのジェルを取ったら、花びらの置きたいところにジェルをのせていきます。そしたら拭き取った筆でこのようにジェルの半分だけを中心に向かって引っ張っていくように動かします。するとこんな風にかすれた花びらが描けちゃいます。この要領で同じように花びらを5枚ちょんちょんちょんと乗せたら、半分だけ根元に向かって引っ張るようにして作っていきます。とっても簡単でしょ。アート用のジェルだからこそできる技なので、もし持っていないという人はちょっと固めのジェルを使うといいです。そしたらその真ん中にオレンジをちょっと足して薄めたような色を乗せます。ライトで硬化します。ではこのアートにとっても便利な細い小さなライナーブラシを使って花びらの中心に少し茶色をのせます。また周りを濃い茶色で囲ったりするとよりメリハリが出ます。そしてお花とお花の真ん中にこのように黒い点を打ってちょっとポップにしてみました。これはお好みですが、よかったら真似してやってみてください。そしたら仕上げにノーワイプトップジェルを塗ってライトで硬化すると、こんな風に春にぴったりなとても可愛らしいお花ネイルの完成です。では他のネイルもやっていきます。こちらは半透明のレティシアから出ているカドミウムオレンジクリアにお花の中心にのせた色、そしてホワイト、そして黄色を固める前に順番にのせてくるくると混ぜてマーブルにし、ライトで硬化します。そしたらその真ん中に薄い茶色でクマさんの形を描いて、目や鼻をつけてちょっと可愛いクマを描いてみました。ハチミツといえばクマというイメージなんですけど、皆さんはどうでしょうか？ここにクマじゃなくて本当のミツバチを描いたりしても可愛いと思います。こういった細かいアートには先ほどから使っているこのアート用のライナー、短いライナーですね、これがとっても便利です。リンクは動画の詳細に載せておきます。ではでは蜂蜜ネイルもやっていきましょう。これもレティシアから出ているカドミウムオレンジクリアを使います。もともと半透明で割とドロッとしているので、そのままこの蜂蜜を描くようにジェルでのせてライトで硬化するとできちゃいます。トップコートを塗ってライトで硬化したら、あとは爪の根元にネイルオイルを塗ってしっかりとなじませれば完成です。いかがでしょうか？お花とクマさん、そして蜂蜜の相性がとてもいいと思っています。お花だけでも可愛いですし、蜂蜜とプーさんを合わせたりしてディズニーネイルにしてもいいですよね。では
ここからはニューカレドニアで訪れたギャラリーアートプルミエールという蜂蜜屋さんの様子を紹介します。ギャラリーアートプルミエールではこのようにいろんな種類の蜂蜜があります。すべて蜂蜜が採れた場所だったり、蜂さんがこう蜜を吸った花の種類だったりが違います。どれもオーガニックでとっても美味しくて本当に健康的ですごくいい蜂蜜ばっかりです。このように味見をしたりすることもできますし、あとはその蜂蜜からできたオーガニックの石鹸が売られていたりします。この石鹸、私もお土産に買ってきて自分で使ったんですけども、もう肌もツルツルでもちもちですごく良かったです。私の好きなイランイランという香りのものもあったりしてとても楽しかったです。私は生姜と蜂蜜とミルクティーと豆乳でちょっとこうジンジャー蜂蜜、何でしょう、ミルクじゃないソイティーみたいなものを作ってよく飲んでいて、もう瓶丸々一つなくなりました。とても美味しくっておすすめです。皆さんもニューカレドニアに訪れた時はぜひぜひこちらの蜂蜜屋さんに行ってみてください。はい、皆さん動画を最後まで見てくださってありがとうございました。ニューカレドニアに関する動画は実は他にも出しています。こちらのネイルチャンネルの方だとリップネイルのやり方、あれニューカレドニアで購入したネイル用品なんですけども、そちらを紹介したりとか、あとはそのニューカレドニアの遊び方、こんな場所があるよ、こういうことしたよっていうような Vlog はですね、私のセカンドチャンネルのやってみかチャンネルで、ちょっと短い動画にはなりますがいくつか配信していますので、ぜひ見てみてください。では今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。私のインスタグラムはみかん_youtube でやっています。動画で紹介したネイルデザインのアップの写真とか、私の普段こうちょっとお出かけした時の写真などいろいろ載せていますし、 Twitter ではですね、いろんなネイル情報を1日1つつぶやいております。なので Twitter の方もよろしくお願いします。では皆さん、よかったらまた次の新しい動画でもお会いしましょう。みかでした。